やっぱ昔とかもそうなんだけど、結構ほら移動が新幹線とか飛行機とか、暇対策として駅のホームとかにある漫画を買ったりとかすることもあるんですよね。買ってたのがエンブレムでしょエンブレムのあのちょっと男臭い感じなんだけど面白くて、なんならリアルにもこんな感じなのかなとか妄想しちゃったりとかするから、あとは恨みや本舗とかも読んでたし、今だったらあの結構スマホとかでさ、すごい楽になりましたね。ある程度無料で見れるんだけど、最初の方は途中からなんかもう課金しなきゃいけないでしょ。あれがねマジで痺れると思って、課金するとなったらマジで本当にいい作品を呼びたいみたいな思うからね、きついなと思うんだけど課金します待てないから、一気読みしたいタイプなんで、とりあえずつけたらその話をとりあえずカンってなるまで全部一気に読んじゃうタイプですね、私は。危険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 、なに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 、びっくりした。このクエストってさ、バゼルとジョーの戦いを見るクエストな、相当眺めておくの体力削ってくれるから頑張れジョー。ごまきのギルド、はい皆さんどうも。ちょっとね、なんかどん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 強くなってるからさ、あーこれだ今日、大災難大災来、なんかラップみたいなクエスト名ですが、バゼルじゃないなんだけど、普段のバゼルよりさはるかに強いと思うんだ。このボト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 落としてったさ、アポロみたいなうんちみたいなさ、あれだけで結構多分今回瀕死になっちゃうと思うんだよね。きっとあの上に、いた、いたよ。見た目が今のとこ普通のバズルだ。そんなに変わって、いや尻尾のボツボツが気持ち悪いけど、いや、あなんかあちこちに撒き散らしてる、そういうパターン。あー危ない危ない危ない、あー動きがのすい、あおいー危険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 、やばいこの爆発、なんか顔真っ赤、紫、赤紫、飛ぶ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 、さようならするのか、キャー、エビルジョーとコラボしてる、てかこのモデルちょっとちっちゃくね？ほら、二人の戦いが始まってるんだよ。これはそっと眺めておこうね。体力削ってくれるから。頑張れ、ジョー。もっと噛め。もっとやれ。え？バスに逃げちゃう。なに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 、びっくりした、なに今の、危ない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 、なんかすっげえ青いのが、こんなにさジョーってさ付きまとってくるもの、すっげえじゃん、
やばめっちゃ太陽だ。このクエストってさ、バゼルとジョーの戦いを見るクエストなの？こんなにも激しい戦いを繰り広げられるの、このクエスト集は。これはね、あれだ、せめて肥やし玉を持ってくるべきだね。ちょっとあまりにも戦いがハッスルすぎる。ちょっとなんか結構またいるよ。ちょっとキャンプ行こうかな。キャンプがない。調査資源管理所に相談してみましょうか。キャンプがなかったまだ。アイスボーンに来ているのにここにキャンプがないってやばい。一人受け。そしてジョーが歩いてる。紫色の爆破物とかいっぱい散らしてくるから厄介だったな。でも何より一番厄介だったのがジョーとの戦いね。けどあの壁ドンはなんとかできました。コメントにもあるようにこれやってみてほしいとかいろいろあるでしょ。クラッチクローとか、あと見切り切りとかカブト割りとかなんかいっぱいあるけど、なんとかできるようにしてるんだけど、いまいちまだ感覚がわからないね。他で練習してこいよって感じでしょ。だけどとりあえずやりながら練習する。というわけで今回もこんな感じでやってまいりましたが、このチャンネルが面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。パッパラパー、パッパパパパー、パパ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 パ